はいおはようございます。今日はですね、新しく買った工具を紹介したいと思います。それがこちらです。スナップオンのラチェットです。えー、僕すでにスナップオンのラチェットは2つ持ってるんですけれども、今回新たに買い足しました。久々にスナップオン買いましたね。あのちょうどですねうちの工場にスナップオンのバン、工具のバンありますよね。あれが 回ってきてくれるようになったんですね。初めて、えー、来てもいただきました。で、その方は、ちょうど僕がディーラーにいた時に、あのー、知ってた人でですね、僕がディーラー止めの時に、ディーラーに勤めていた時も、スナップオンのバーンで回ってきてくれて、で、まあそこで買ったことあるんですよ。てか、今僕が持ってるスナップオンの工具ってそこで買ったものなんですね。はい。なんで、いまだに使っているんですが、今回ですね、あのー、ちょっとこの辺りを回ってきてくれた時に、たまたま、 えー、整備工場、うちの看板を見たのかわかんないんですけれども、ちょっと、ね、寄ってきてくださってで、そこで交互ちょっとね、久々に、えー、見たんですけれども、ちょっとねこれを、これが気になったんで、ついつい買ってしまいました。さあ、えー、このラチェット、普通のものと何が違うのかということをね、ちょっとね、紹介したいんですけれども、まあ、見て分かりますよね、この首元、これですよ、これに秘密があるんですね。 このラチェットの一番の特徴というのはこの首振りなんですよ。ただこの首振りがですね、横に首が振るんですよ。横。こう、縦に、上下に首振りっていうのは今まであったんですけれども、この横,横にですね、横に首振るっていうのはあんまりなかったですね。あったのかもしれないんですが、僕はあんまり知らなかったです。なのでそれをですね、ちょっとね、買ってみました。えっと、使い方としては、この黒いボタンがありますよね。これを押すと、 こんな感じで。ここね、スプラインみたいになっていてですね、こんな感じ好きな角度に決めたら、ここで戻すとですね、もう固定されるという。結構ワンタッチで首の角度を変更できるんですね。こんな感じです。もう一度押すと、はい、こんな感じ。なんで、えーと、すごく操作性は楽です。で、まあ、これでわかる。わかまあ はいえー、ちょっと電話が来ちゃった。えっ、ー、と、どこまで話したっけあのー、まあ、首振りの機能は分かっていただけたと思うんですが、で、ラチェットの機能、これですね、ラチェットの機能としても、80のギアなんで、結構ね、細かいんですよ。これ分かるかな はいえー、正直これでちょっと分かったか分かんないんですけれども、80ギアか、80ギアなんでかなり細かい。ということは、ギアが細かいと、この交互をね、動かしたときに、少ないストロークでボルトとかボルトを回すことができるというですね、まあ非常に便利です。使い勝手は非常にいいと思います。この80ギアのラチェッタは僕すでに持ってるんですね。なので、えー、使い勝手いいというのはもう分かっておりますんで、はい、いいと思います。じゃあ このですね、角度がついたから、一体何がいいのかっていうとですね、これやっぱりね、狭い場所の、えー、ボルトを緩めるのに非常に、えー、重宝します。あの、こう、ハーフムーンのレンチって分かりますかねはい、えー、これがハーフムーンレンチと呼ばれるものです。えー、これはですねあの、まあ、特徴としては、まあ、形ですよね、形状が、こうやって U の字になってるんですけれども、 この U の字であることによってですね、この例えば狭いところ、この普通のストレートのタイプのレンチでは、振り回せないスペース、振り回せないスペースでも、この U の字だったら振り回せると。この振れる範囲がここだけで済みますよね。これだけで済むんですが、まあ、力的にはこの長さ分かけれるということ。これだと、 同じ長さだとしてもこのフルスペースがたくさん必要ですよねこれだけなので、えー、狭い場所とかんどこでしょうかねこの具体的にどこっていうのはちょっと難しいんですけれどもなんかエキゾーストパイプのなんかちょっと狭いスペースとかこういったところで使えると思うんですでこのハーフムーンレンチのような役割を果たせる、えー、これがラチェットということになります これだったら先端をソケット好きなサイズに変えて、角度も好きに変えてですね、角度も自分の思うような角度に決めてですね、ちょっとね、これ狭くて、この工具が振りにくいな、工具は入るけれども、この振るスペースがないなという時は、これいいんじゃないかなということで、ちょっとね、活用していきたいと思います。 はいえ、それでスナップオンさんからこのカタログもですねいくつかいただいたんで、まあ、もしですね欲しいものあったらちょっとね、えー、買ったりとか今度バームが回ってきた時になんか面白い道具があったらちょっと教えてもらおうかなとは思っておりますで、あのー、僕は基本的にラチェットはスナップオンがっていうかスナップオンですねほとんどスナップオンで揃えているという感じですなん、まあ、でかというとやっぱ使い心地がなんかスナップオンがいいなということで 僕、別にあの、工具をメーカー揃えるってことは全然しないんですよ。割とホームセンターの道具でも使い心地が良かったら全然しますし、で、例えばね、メガネレンチとかは僕、なんか KTC を使ってますね。メガネレンチは KTC にしたりとか、なんかプライヤー系はクニペックスにしたりとか、なんかそうね、自分が使ってみて、あこれ、このメーカーはこれがいいなとかいう風なチョイスの仕方をします。 なので別にホームセンターのなんか安い道具でもあ使い心地が良ければ別にそれ使えますしあの別に道具にそのメーカーにこだわることはしないですあくまでその使い勝手とか使,うよ使い勝手とか使い勝手ですね別にあのメーカーもんだからとか高いからとかいうことで別に選ばなくても安くても全然使えて長持ちする道具っていうのは結構ありますんで、はいまあ、そんな感じで工具選ぶよ しておりますちょっとね最近気になっているのがこの電動のインパクトレンチ、うん、これねちょっとね別にあのスナップオンとか別にメーカー限らずですねちょっとね1個あってもいいかなってはちょっと割と思ってるんですよねあのー、やっぱり取り回しが楽で充電しなきゃいけないんですけれども例えばバッテリー2個これバッテリー2個ですもんねこれバッテリー2個チャージャー付きで6万5000だったらそんなに高い もんじゃないと思うんで、あのー、まあありかなと思いますね。うん。ちょっと一つ考えている <laughs> っていうのあります。買うかどうかはわかんないんですけれども、ちょっと頭の中に頭の隅っこに置いている感じですね。はい、えー。今日は相当雨が降っております、えー。三重県ですね。警報、警報じゃない土砂災害の、えー、注意報みたいなのが出たんですね。それぐらい雨がかなり降っております。 で田んぼの方にも相当水が溜まってきておりますで、えー、三重県、うちの地域の場合はそろそろ、えー、田植えシーズンかなというふうふになってきております、えー、ちょっとね隣の地域ではそろ、えー、と植え始めているところもあるんでうちはだいたい4月の末ごろ、えー、田植えとなっておりますこれはですね地域で全然違うんであくまで参考程度なんですけれども西ってめちゃめちゃ寒今日寒いな。 田植,田植えするような温度じゃないんですねめちゃめちゃ寒いですね、えー、こうやって水がですねやっぱり田植えには大事でして水がないと田植えすることもできないということで、えー、恵みの雨ですね、はいえー、というわけで、あのー、ちょっと、ね、お知らせというかもうチャンネルのコミュニティの方では、えー、投稿して 告知はかけけているんですけれどもノー,トです、ね、ノ,ートノートを始めてみましたただ、えー、正直活用方法が、えー、どうしたらいいのかなっていうのがいまいち分かってなくてですね見切り発車で始めたんですけれどもあのやっぱりそのもちろん動画で伝えれることはたくさんあります今やっぱり動画の時代ではあると思うんで動画で伝えることもあるんですけれどもやっぱりその文字 え文章でしか伝わらないこととかもあると思うんですよ。えー、ゼロじゃないと思うんで、まあ、そうじゃなければ、やっぱりまだいまだに、いまだにというか、まだ全然ブログというものもたくさんの方が見てますんで、そういった形でえ何かできたらなということであの。YouTube の動画をさらに深掘りするとか、えー、まあ動画にするほどでもないけども、えー、自分の、まあ、まとめ、えー、自分の 気づいたこと、えー、あ、これはどうかなということ、興味持ったことをちょっとまとめ感覚でノートにしていこうかなと思ってます。正直、活用方法がね、あの始めたばっかなんで、いまいち見えてきてないんですね。もしかしたら方向転換する可能性大ですんで、あのとりあえず始めてみたという感じです。もしですね、あの何か皆さんご意見あればですね、あのノートの活用方法、えー、こういったものを、こういったことをしてほしいというのがあればですね、あのコメントとか、 えー、あの、コミュニティの方とか、えー、書き込んでいただけるとですね、えー、僕、参考になりますんで、えー、嬉しいです、はい。という感じです。はい、えー、というわけで、今日はですね、このあたりにしておきたいと思います。あのまた、うちの近所の、まあ、自然豊か、かなり自然豊かな、えー、環境ですので、そういったものの動画も、えー、ちょこちょこ上げていきたいと思います。じゃあ、今日もお疲れ様でした。